はい、こんにちは。今、3DS してる人、あらゆる、もう全世界探しても、二人ぐらいしかいない。はい、ってことでね、今回何をするのか、何の企画かというと、まあ、僕って、スポーツ好きなんですよ。体を動かすとか、体を動かしたり、まあ、主に野球とかサッカーとか好きなんですけど、小学校の頃、まあ、ゲームで、まあ、パワープロがめちゃくちゃ、もう、あれやったんですよ。めっちゃ人気っていうかもう、親友とかめっちゃやってて、まあ、友達とかめっちゃやってて、それでパワープロやってて、今、まあもう、社会人で、まあもう YouTube してるんですけど、なんかまた、やりたい、今めちゃくちゃ、やりたい熱がめちゃくちゃ出てきて、パワープロが、まあ多分すぐ収まると思うんですけど、まあ、やりたい熱がめちゃくちゃ出てきて、今やろうと思った時に、カセットはもうないわけですよ。全部売ったわけで、DS のカセットも全部売ってあるから、カセットはないわけですよ。カセットがないってなった時に、ほな買いに行くか、ほな買いに行くかっていう判断になりますよね。普通だったらみんななりますよね。買いに行きます、今から。今夜12時半です。12時半。でも噂に聞くと、1時まで、ゲオ空いてるって書いてあるんで、ちょっと今から急いで行きます。パワープロのカセット見つけるまで探します。行きます。レッツ、スタート。はい、ということでね、来ました。1店舗目のゲオです。いや、売っとるかな、ここ。売っとってほしいな、マジ。売っとってほしい、マジ。もう期待。願うのみ。もう願うのみ。もう、ジラーチのみ、ね、願うしかない。いやーでも、売っとるか分からんからな。在庫なんか、アマゾンで調べたら、結構少ないって書いてあったんで、ちょ、行ってみます。ベリー、ラン。はい。ってことでね、行ってきたんですけど、もう行ってきたんですけど、の時点でもうないような感じするやん。甘い。行きました。行ったら 3DS のコーナーとか結構あって、野球のあれあったわ、ファミスタとかあって、この流れあるかなって、この流れあるかなと思ったら、まあ察しの通りなかったです。ないんかな、まあでもっていうか、もう今もう12時半やから、いや12時半じゃなくてもう12時55分なんで、回れ、もう、空いとるゲオがないっていう。ちょっと明日、もう、俺1店舗で終わると思ってたから、明日も回りたいと思います。もう、あるまで探します。行きます。時飛ばし、明日に時飛ばします。明日に、イマジネーション。タイムスリップ。タイムボカン。ゲオ2店舗目着いたんで、ちょっと行ってみようと思います。ゴーレディゴーってことでね、このゲームコーナー、いやめっちゃ懐かしいやろこれ。この DS のコーナーとかめっちゃ懐かしいやろこれ。もうマリオカートとかだって、もうマリオブラザーズとか、もうポケモンとかもう結構もうやっとったからな。友達とかもう兄弟とか、そう。で、3DS ね、ここ。3DS ゾーンね。3DS ゾーンもこれも、私たちの青春ですよね、これも。青春の1ページ。青春の賜物ですよね、ここら辺。なんと、発見しました。なんと、ようやく発見しました。まあ、個人的にね、個人的に、DS とかやったら、マリオ系とか、そう、友達コレクションとか、めちゃくちゃ懐かしかったな。DS は結構やっとったから、いやめっちゃ懐かしいな。ってことでね、まあパワープロ無事見つけたんで購入していきたいと思います。おい、来ました。めっちゃ雨降ってんな。まあ来ました。買ってきました。
いやー、2店舗目でようやくやってよかった。で、俺もう、もっとさ、回らなあかんかなと思って、でも3店舗目とか4店舗目とか、もう、行かんとダメかなって思ってたけど、いや、2店舗目だってマジでよかった。しかもね、富山、もう、今の季節もう雪降り始めとるから、うん。雪降り始めとるから、マジで、もうスリップとか怖いから、あんま、動かしたくないの、ほんとは。車、うん。めっちゃ言い訳やけど。いや、スリップマジ怖い。バチクソ怖い。もうバチバチ、鬼バチクソ怖い。うん。だからもう、ほんと2店舗目だってよかった、マジ。いや、マジでよかった。まあね、この動画から、うん。この動画で何を伝えたいかというと、うん。やっぱり諦めないことの大切さを私は伝えたかった。うん。僕は伝えたかった。そう。1店舗目でなかったから、ああ、じゃあもう、やめたっていう、言うのじゃなくて、もう最後まで、その、やり通す。うん。最後まで、自分の言ったことをやり通す大切さ。うん。大切さを視聴者に伝えたかった、僕は。うん。やっぱりね、社会人とか、高校生でもわからんけど、やっぱ、自分のやりたいことをやるって、結構簡単そうに見えて、難しくて、例えば周りの目だったりとか、周りの目気にしたりとか、環境がもう、全然自分のやりたいことでできる環境じゃないとか、まあお金が足りんとかいろいろあると思うけど、まあ、人生一回きりなんでね、一回きりなんで、後悔だけは、しないように、皆さんも、行きましょう。ってことでね、もう、パワープロから人生についての、話になったんですけど、まあ、それはまあ、置いといて、この動画、終わろうと思います。12月、毎日投稿してるんで、ぜひ、全部の動画チェックお願いします。チャンネル登録、高評価も、ぜひ。ってことで、ご視聴、ありがとうございました。ボーイ。ブンブン、ブンブンブン、ブンブン。懐かしい。えぐい懐かしいな。いや、いいっすね、これ。いいっすね、これ。ブンブン。この BGM だけでいい。うん。この BGM でもなくて、ラップバトルしちゃえばいい。このラップバトルが知りたいぜ。俺は知りたいぜ。俺は集大成。思ってるぜ。もしくは聞きたいぜ。持ってる。YouTuber だったらスター性が重要。最高。もう、こう BGM だけで、もう1日ぐらい遊べるな、これ。俺。ってことで。アデュー。